俺、この前テレビ見てたらさ、なんか小学生の子たちがさ、その、まあ、学校にまつわるその噂というか階段みたいなのあるよね、みたいな番組やってさ、あのー、そのランキングの上位がトイレの花子さんやったんやけどさ、花子さんって俺絶対物理的におれへんと思うねんけど、みんなはどう思うの花子さんっていると思ってたん花子さんってさ、 特定の学校の階段じゃないやん、あいつ。どこの学校にも花子さんの噂があってさ。で、トイレでなんか何番目のドア、コンコンってやって、花子さん言うたら、はー、はい、言うてくるっていうやつやんか、花子さんで言うのはな。ほんで、赤いあのジャンパースカートみたいなの着ててさ、みたいなやつが花子さんやん、想像される。もう花子さん 日本全国のあらゆる学校でトイレコンコンってされる花子さん言われるたびに、はーいって出て行かなあかんねんで。あっちもこっちも。福岡で呼ばれたと思ったら、次東京で呼ばれて、その後長野県で呼ばれて、その後また北海道の学校で呼ばれるんで、花子さん、忙しい、忙しい。忙しい、忙しい。呼ばれるたびに花子さん、もうあっち行ったり、こっち行ったりやで。すごい忙しいやん。だからね、俺おらんと思う。